マルコム・キャンベルマルコム・キャンベルは、イギリスのレーサー、モーター雑誌記者である。1920年代、1930年代に、自動車やモーターボートの速度記録を樹立したことで、知られる。ロンドン・ブロムリークのチズル・ハーストに、ダイヤモンド販売者の息子に生まれた。ドイツで、ダイヤモンド売買を学んだが、オートガイや自動車レースに興味を持った。イギリスに戻った後、 1906年から1908年の間にオートバイのレースで3回優勝した。1910年にレーシングカーの製作を始め、ヘマルケット劇場で見たモーリスメーテルリンクの青い鳥の劇を見た後、ブルーバードと名付けられた。第一次世界大戦中は空軍などで働いた。1924年にカーマースンベイ近くのペンジネ、サンズで350馬力。 1> v 1 2ンビームを使って時速 235.22km の速度記録を初めて樹立、その後1935年までの間に9回の速度記録を樹立した。うち3回はペンジンでサンズで、5回はデートナビーチで、最後の記録樹立は1935年9月3日にアメリカのユタ州のボンネビルソルトフラッツで行われ、 時速300マイルを初めて超えた301.337マイルパーアワーを記録した。また1939年8月19日に水上速度記録141.740マイルパーアワーを充実した。1927年と1928年にはブガッティ T39A でグランプリで2回優勝した。1931年、 デートナビーチのブルーバード速度記録に挑戦した人々の多くが事故で命を落としているのに対してマルコム・ギャンベルは63歳まで生きて心臓病で母死した息子のドナルド・キャンベルも速度記録を樹立したが速度記録挑戦中に自己死している1931年の速度記録樹立によりナイトイを受けた1990年にモータースポーツ電動入りをした イギリス自動車クラブの乗り物の分野で顕著な業績を挙げたイギリス人に贈るシーグレイブトロフィーを1933年と1939年に受賞した。ありがとうございます。